大阪の市街地で爆発があり4人が怪我、周辺の建物にも被害が出ています。雨水を貯める施設でなぜ爆発が起きたのでしょうか。爆発の瞬間を捉えた映像です。少し煙が出ていた屋根から爆発音とともに大きな炎が上がります。よく見ると窓ガラスが吹き飛び、建物の両サイドと屋根から火を上げています。撮影した人はこう振り返ります。突然ぶつかるような音がしたので、ベランダに出たら火が出ていて、少し収まったかと思い撮影したらすぐに爆発し、ガラスなどが飛び散ったためすぐ避難しました。これは別の場所から撮られた映像。建物からはかなりの高さで炎が上がっている様子がわかります。爆発直後の現場、通行人がカメラを向ける先には煙を上げる建物があります。消防や救急の車が次々駆けつけ騒然としています。空からの映像、その衝撃の大きさを物語ります。天井部分の排気口は爆発の衝撃で飛散し、周りに破片が散らばっている状態になっています。建物の内部も爆発の衝撃でむちゃくちゃになっているのが見えます。道路の柵に爆発し飛んでいったドアがもたれかかっている状態です。横転した車は天井が剥がれ、窓ガラスもなくなっています。正午ごろ、大阪市の建物で爆発があり、男性4人が怪我をしました。爆発は2回あったという証言があります。2回とも、初め軽いのでドーンという感じで、なんか地響きしたけど、ただ俺マンションに車が当たったんかなと思って、次2回目2分ぐらいしてからさ、ボーン、それで外出た時にと思って、もうガラスが飛んでるからさ。現場は大阪市西区、地下鉄西長堀駅から徒歩5分ほどの場所です。大阪市建設局によると、現場は雨水を一時的に貯める施設です。ただ被害はその施設近くのマンションにも及んでいます。道向かいのマンションの方にも、建材が飛び散っているのが見えます。真向かいのマンション、ベランダのガラスが割れています。最初ね、20時ごろだったから、猫が飛び起きて音がしたんで、驚いていたもんだから、覗いたら、その建屋の手前側の煙突がから火が吹いてたの。あ、多分これが爆発したんだろうなと思ってたら、2度目の同じところが同じ、煙突から爆発。すごかったですよ。雨水を貯める施設で、爆発の危険はあるのでしょうか。爆発の瞬間を捉えた映像。専門家はシューという音から2つのケースが考えられるとしています。シューっていうのは、その爆発した瞬間に圧力が高まって空気が漏れる時の音かなとは思うんですけれども、これだけ勢いよくバーンと炎が吹き出て一気に燃えるっていうのはガス爆発の特徴なんで、一般的な都市ガスのような配管を通って燃料用のガスが使われてるんですけど、まあ、これがどこかで漏れてそういう施設の中に入り込んで爆発したっていうケースと、もう一つは雨水とか下水とかっていうのを貯める施設ですと、いろいろなガスがですね、自然に発生する可能性がありまして、メタンガスと言われているものと硫化水素ガスっていうもので、
まあ、いずれも爆発する危険があるので、でよくマンホールの中でですね、そういったものが発生して中毒を起こしたり爆発を起こしたりっていう事例がありますので、まあ、それに似たようなことも起きたっていうことが考えられます。なぜ爆発は2回起きたのでしょうか。である程度の量のガスが滞留してたってことが考えられますね。ですから1回で収まらずにですね、まあ、1つ爆発したものがどこかに引火して別のところで2度目の爆発をするっていうこともあり得ますので。気になるのは爆発の威力です。多分密閉されたところでガスが爆発したんだと思います。閉じ込められた状態で、何かの火種で引火して爆発したと思いますので、それで圧力がいろんな方向へ、伝わっていって窓ガラスが割れたり車を運転したりとかっていう被害が生じてしまったんじゃないかなと思います。この影響で30代男性2人、40代の男性2人など合わせて4人が怪我をしました。全員軽傷だということです。警察と消防が詳細を調べています。